オクテットチャンネル。こんにちは、オクテットメンズファッションチャンネルの林です。僕のチャンネルは自分の気に入ったアイテムやブランド、コーディネートのアドバイスをするチャンネルとなっております。今日もよろしくお願いします。今日はね、見ていただいた通りパラブーツのねお話をさせていただこうっていうふうに思ってるんですけれども、まあ僕たちね、オクテットのチームはみんなパラブーツが大好きなんですけど、自分自身もね、もう10年以上やっぱり革靴といえばパラブーツという形で、まあもちろんね、スーツに合わせるドレスシューズも持ってはいるんですけれども、履く機会っていうのがだんだん少なくなってきて、もう今革靴といえばパラブーツという状態でね、大好きなパラブーツについてね、今日はお話しさせていただこうというふうに思ってます。パラブーツのね、良さを3つお話しさせていただこうっていうふうに思ってまして、1点目はね、オンオフどちらも使えるっていうデザインについて、2点目は丈夫さについて、3点目は履きやすさについて、この3つをお話しするんですけれども、実はね、ここに置いてあるパラブーツは、まあ僕が持ってて今も履くパラブーツのね、種類だったりします。この他にもね、もちろんデッキシューズがあったりとか、まあ冬にしか履かないね、チャッカブーツだったりサイドガーブーツだったり、そういうのもね、いろいろあるんですけれども、まあまあ持ってくるのも大変なんでちょこっとだけ思ってたんですけど、結構ね、年季の入った何年も履いたパラブーツをお持ちしました。コローっていうね、コインローファーなんですけど、このモデルは実はですね、僕たちオクテットの別注で僕たちしかね売ってないモデルだったりします。はい、こう僕たちがね、取り扱ったパラブーツの中からね、自分が履いてるモデルをお持ちしたんですけれども、それぐらいね、もうパラブーツの靴っていうのはもうずっと履いていて、その中でもね、自分がね、いいなっていうふうに思うことをお伝えするんですが、まずその前にね、じゃあパラブーツってなんやねんっていう方もね、ちょっとお見えになるかもしれないので、そこだけちょっと触りでお話しさせていただくんですけれども、パラブーツというのはもう100年以上前にね、フランスで創業したメーカーになるんですけれども、そのパラブーツ以前のね、ヨーロッパは、こういうね、アッパーがレザーのシューズは必ずソールはレザーだったんですね。なので、ドレスシューズといえばレザーソールというのが当たり前で、今でもね、ヨーロッパのこう主たるメーカーさんは、ドレスシューズのソールはレザーだよっていう方がね、結構多いと思います。そんな中、パラブーツは、創業者の方がアメリカ大陸に行かれた時に、ラバーソールを履いている方々を見て、これだと思ってですね、ヨーロッパに帰ってきた時に、こういったレザーのアッパーにラバーのソールをつけるというね、そういったことを思いついて、創業して開発した靴になります。なので、パラブーツっていう名前のパラは、ブラジルにあるパラ港のパラから取ってるんですけれども、それは何かっていうと、ブラジルで作っていた天然ゴムを輸出する港がパラ港だったから、そのパラを取ってパラブーツとしたですね。それが由来になります。そしてもう一つの由来は、登山靴、アルプスの麓にある町で作っているパラブーツですので、登山靴、登山に使う靴であるっていうところもね、覚えておいていただけると、この後ね、僕がお話しする話もね、リンクしてくるんじゃないかなと思っております。ではまずですね、パラブーツの良さの一つ目、まあデザインですね。こちらについてお話しさせていただこうと思うんですけれども、オン・オフどちらも使えるということですけれども、まあ僕はね、このシャンボードなんかのお話をよくさせてもらうんですけれども、シャンボード、こちらのフォルムだと、オン・オフ、オンでも使える、オフでも使える。またね、本当にドレスのテーラードのスーツに合うかって言った時には、ちょっと議論になるんですけれども、今の日本のビジネスにおいては、ジャケスラだったり、スーツがちょっとね、カジュアル化していると思うんですよね。なので、カジュアルっぽいエレガントなスタイルと、今度はね、逆に休日のちょっとエレガント寄りなスタイル。僕、これはですね、このパラブーツのドレスシューズが、ちょうどぴったりじゃないかなっていうふうに思うんですよね。オンもオフも使っていただける絶妙なバランスのデザイン。もともとちょっとカントリー、田舎のね、匂いがするパラブーツだったんですけれども、それがちょうどデザインがね、カントリーなデザインで丸みを帯びてるんですよね。頭が丸かったりとか、これはね、後ほど履きやすさにもつながるんですけれども、丸みのあるデザインが、どちらかというとね、シュッとした、というか、こう、細くてっていうようなね、
ドレッシーなデザインじゃないだけにこう柔らかさも与えますし、今のねスタイリングでちょっとずつ太くなってるようなパンツには非常によく合う靴にねなってると思います。そういう意味でも今のファッションのスタイルに非常に合ったブランドに僕はねなってきてるんじゃないかなっていうふうに思っています。それがねパラブーズのデザイン、今の時代に合ってるってことですね。これが一つ目。そして二つ目が、まあ、丈夫さということなんですけれども、丈夫さにもねいろいろあると思うんですが、まずこのウィリアムなんですけど、これ僕が最初に買ったパラブーツのレザーアッパーのちょっとカッチリしたねシューズになるんですけども、これ多分10年ぐらい履いてるんですが、未だにね10年経っても現役で使える、そういったねデザインになってます。確かにこう中のね革が破れてそれ修理したりとか、これソール張り替えたばっかりなんですけど、ソールを張り替えたりとかね、そういうことをさせていただいたりはしてるんですけども、非常に丈夫だということですね。その丈夫な理由なんですけれども、いろいろあるんですが、もともとねやっぱり登山靴だったっていうことが一つありまして、その中にこのレザーはねワクシーレザーと呼ばれているレザーで、パラブーズでリスレザーと呼ばれてるんですけど、このワクシーレザー何かっていうと、固形のワックスを溶かして革に浸して、革の内面からワックスの効いたレザーに仕上げてるんですね。そうすると何が起こるかっていうと、雨に非常に強いシューズが出来上がるということですね。もともとやっぱりフランスのアルプスの下にある靴で、登山靴を生業にしているので、雪山を歩くということがね、一つテーマになるんですね。そうなった時に、通常のレザーだと水が染み込んでしまって、使い物にならないので、どうしてもワックスをレザーに入れて水に強いものを作る必要があったというところからね、こういったモデルになっています。もう一つノルウェージャンウェルト製法といって、このね横のステッチ部分が見えると思うんですけど、これは何かというと、靴とアッパーをつなぐ部分にさらにもう一枚革を巻いて縫い込んでですね、横からの水が侵入しないようにということでこの製法になっています。これどういうことかというと、今やっぱりね日本でも雨が多いと思うんですよね。ちょうどね今もう梅雨になるかと思うんですけれども、そういった意味で、ね雨が多い日本には非常に良い靴ですし、まあ、だからこそ丈夫だっていうのも言えるんですが、やっぱり雨だとレザーソールの靴ってなんか履きたいなと思わないですよねでもパラブーツのこういったねシャンボード、またねウィリアムみたいなドレスシューズでしたら、雨の日も躊躇なく履いていただけますので、雨に強いということは裏を返すとそれもね丈夫であるっていうのもね、僕は一つじゃないかなっていうふうに思っています。で、また丈夫っていう意味では長くね、履いていただけるっていうこともそうだと思うし、昔のまま履き続けるっていうのもね、この丈夫の一つじゃないかなって僕は思ってるんですけど、その一つに、今でもパラブーツはこのね、ラバーソールを自社開発して作ってるんですね。なので、実際にね、僕が10年履いてる靴なんですけど、このラバーソールは未だパラブーツのオリジナルのねソールを張り替えることができるんですよね。こちらのラバーソールはマルケ2っていうあのモデルになるんですけど、ずっと代々伝わってきて、パラブーツに修理をお願いしなきゃいけないんですけれども、それはね僕たちあの正規代理店なのでさせていただきますので、お願いしていただいたら以前と全く同じラバーのソールをつけて履き続けることができる。これもパラブーツの魅力、丈夫さの一つじゃないかなって僕は思います。そして三つ目ですね。三つ目は履きやすさってことなんですけど、実はですね、パラブーツを触ったことがない人は思うと思うんですが、このね、ウィリアムやシャンボードの靴、ラバーソールだっていうことも含めてめちゃめちゃ重いんですよね。でも実際、この靴を履いたら重たいんだけど足が疲れるみたいなことはあまりないんですね。なので履き心地はものすごくいいです。その履き心地がいい理由の一つに、彼らが自社で作っているレザーが非常に良いというのもありますし、このレザーはね結構足なじみがいいんですね。伸びて足の形にちょっと変わっていくということですね。なので一つね、パラブーツを今から買おうと思っている人注意していただきたいことがあるんですけれども、その買った時点でちょっと履きやすいな、つまりちょっと大きいなっていう靴を選んでしまうと、
履いてるうちにガバガバになるので全くお勧めしないですね。最初はちょっときつめの感じでご購入いただくと、履くごとに足に馴染んで最終的にはね、自分の靴下ぐらい履き心地が良くなるので、最初ちょっときつめの、ね、靴を履くことをお勧めします。また究極にね、履き心地がいい靴がやっぱりいいなっていうことになると、これはね、今シーズンのマリブっていうモデルなんですけれども、革がですね、ディアスキン、鹿革なんですね。めちゃめちゃ柔らかいですし軽い。さらにソールも自社開発のソールで、これふにょって回るんですね。こんなにフレキシブルで履き心地が良くて雨に強いっていうね、そういったモデルもあるので、やっぱり履きやすさということにはパラブーツの靴全部においていることなんですけれども、全てにおいて考えられているということですね。で、足なじみがいいので長く履いても疲れない。これがね、僕はあのパラブーツの最もいい部分ですね。もともとそれはやっぱり最初にもお話したんですけども、パラブーツの出自が登山靴にあるということですね。フランスから山を越えてスイスに行くっていう靴を選ぶのに、山頂まで来たら足がボロボロになっちゃったよってなったら死んじゃいますんで、あのやっぱりね、履き心地が良いっていう、そして丈夫っていうのはそこのベースにあって、そのエッセンスをね、脈々と現代につながってる靴じゃないかなって僕は思っています。これがね、僕が思うパラブーツの良さとパラブーツのまとめですね。ここからパラブーツのね、おすすめの靴をね、二方ご紹介したいなと思うんですけど、外すことができないのがこのシャンボードですね。このシャンボード、まあ似たような形でね、アビニオンっていうモデルもあるんですけれども、まあちょっと比較するとね、シャンボードの方がちょっとカジュアルなイメージがあるかもしれないですが、今の日本においては、やっぱりスーツを着るっていうよりは、ジャケスラだったり、ちょっとカジュアルで服を着ることのが多いので、僕はね、シャンボードの方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますし、もちろんレザーワリスレザーね、先ほど言ったようなワクシーレザーを使ってるんで、雨にも強いです。で、そしてね、このシャンボードなんですけれども、世界でね、アビニオンとシャンボードで、シャンボードの方が売れてるよっていう国がね、2つあります。さて、どこでしょう？一つは日本。もう一つはイタリアなんですね。やっぱりファッションの国イタリアが認めたモデルっていうのが、このシャンボードになります。太いね、パンツにも合いますし、ドレスのね、ジャケットにも合うので、本当に万能な一足ですから、一回パラブーツ履いたことないなっていう人には、ぜひ挑戦していただきたいね、一足になります。こちらがシャンボード。で、もう一つね、やっぱ夏に履きたいよっていうと、やっぱデッキシューズもあるんですけど、今の時代だったら、グルカシューズのパシフィックですね。グルカといってね、編み込まれたレザーで作られてたサンダルになるんですが、やっぱりね、履き心地はヒールもあることで非常にいいです。そしてデザインもちょっとドレッシーなので、結構ねジャケスラにも際どくね、ギリギリいけるかなっていうぐらいのねフォルムになってるっていうのもあって、今ねすごい人気になってます。このモデル自体はね、正直ずっとあったんですけど、このパシフィックがめちゃめちゃ売れるぞってなったのは本当に3年ぐらい前で、今年もなんですけれども非常に人気になっています。ぜひですね、夏の一足っていうことでしたら、パシフィックをね、僕はね、おすすめしたいと思います。まあ、こんな中でね、パラブーツの良さをね、今日お話しさせていただいたんですけれども、パラブーツ、名前は知ってんだけど、いつ買おうかなって思ってる方いっぱいいると思うんですよ。もうね、早く買った方がいいっす。理由はシンプルに、やっぱり今の時代感なので確実にもう値上がりすると思うんですよね。で、長く使っていただける、僕のこのウィリアムもね、買った時多分10年ぐらい前なんですけど、5枚ぐらいだったと思うんで、やっぱり長く履いていただける上に、少しでもね、お値打ちに買っていただいて、やっぱりレザーの良さっていうのもね、もしかしたらマニアの方々は昔のレザーのがいいよねみたいなね、こと言われる方がたまにお見えになりますけれども、やっぱりね、時代とともに変化していくので、早くね、今欲しいなと思ったらね、すぐこの瞬間にでもね、探して買っていただけたら嬉しいなと思います。まあ、どっかでね、値上がりすると思いますし、あとはもう一個、パラブーツの靴はね、長く履いてほしいです。確かにデザインがこう好き嫌いとかあるかもしれないですけど、長く履くことでパラブーツの良さっていうのはより分かりますので、ソールも一回
かかとがねダメになったら、あ、まあいいかじゃなくてソールも張り替えてほしいですね。そうすることでパラブーツの良さっていうのはより自分のものになると思いますので、ぜひパラブーツのね良さを体感していただいて、一緒にねパラブーツの良さをスタッフと語り合っていただけると嬉しいです。ということでですね、僕たちのチャンネルは毎日8時に更新しておりますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。またねコメント欄に僕がね今日お話しさせてもらったパラブーツについてだったり、俺も履いてるぜとかね、そういう共感のコメントとかもしあったらめちゃくちゃ嬉しいので、たくさんコメントください。ということでまた次回、バイバーイ。